ベッツジョラスはパリ生まれでアメリカ系の羊を持つフランス在住の現代音楽の作曲家。両親はロレーヌ生まれのアメリカ人作家、ウジェーヌ・ジョラスとアメリカ人通訳のマリア・ジョラス。ベッツは1940年に両親とアメリカに移住し、現地にて火星と、対位法をポール・ボエップルに、オルガンをカール・ワイン・リッヒに、ピアノをエレーヌ・シュナーベルに指示した。 デソフ合唱団にて、ピアニスト、合唱家、オルガニストとしての活動を行いながら、ベニントン大学で学位を得る。1946年にパリに帰還してからは、パリ国立高等音楽院にて、ダリウスミオウ、シモーヌ・プレコサード、オリビエ・メシアンに指示。1971年から1974年にかけて、メシアンの代理として、同音楽院にて、 楽曲分析クラスを担当、1975年に正式に教授となり、1978年に作曲クラスの教授となる。また、イエール大学、ハーバード大学、バークレー音楽院をはじめ、ミルズ大学のダリウスミヨーの講座などで教弁をとる。1953年のブザンソン国際、作曲コンクールにて優勝。アメリカ芸術、文学アカデミー会員。 1995年には三幕からなるオペラ、シュリーマンがアラン・フランソンの演出、ケント・ナガノの指揮によってリヨン歌劇場にて初演された。ジャズ・トランペッターのアントワーヌ・イルーズは息子。2019年にはロンドンで新作が上演された。ありがとうございます。